うん、偉いな俺。もう今日はこれ靴を洗うにはぴったりの天気かもしれませんね、これは。そうですね。今日、ま、これ俺もついでにこれ単車を洗いますか、これ。いいですね。あ、これはですね、まずちょっとこの洗車の準備をしましょう。とりあえずこれ水が入ったらいけませんからね、これキーは抜いちゃいましょう。ほんで、これね、こういうのハンドルカバー、これちょっと取るのがね結構難しいんですけど、これやっぱ面倒くさくがら、面倒くさがらずにね、これちゃんとあのハンドルカバーも取ってやりましょう。これ、これハンドルカバーどこだ、あ、取れましたねこれね、割と簡単でした。ほらシャワーいいでしょ、バン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 、これ水かけてあげましょう。実はこれ風邪気味で非常に鼻が詰まって苦しいんですけどね、しょうがありません、大丈夫じゃないんですよ実は。これあの機械のとことか、なんていうんですか、電子部品に水が入らないようにとか、あの昔教えてもらったんですけどね、僕は気にしたこと一回もありません。かかったかな。これね、まずこれ洗剤の作り方からいきましょう。洗剤まずバケツをここに置いてですね、今日はこのジョイを使ってみました。こんな感じですね。あ、松田さん、コマーシャルになってますよ。いいじゃないですか、この際コマーシャルもしてみましょう。なんですかこれは、プロフター&ギャンブルサンフォームの、ジャパン、しつこい油汚れもすっきり、ジョイですね。いきましたね。いきますよ、はい、3、2、1、ファイア。ほら、ちゃいました。泡が出ましたよ。まだ 出ましたでしょ。いいですね、いいですね。まずはこの上の方からですね、こんな感じでこう、さっきあの単車を濡らしてますんで、このブラシはね、なるべく毛足の柔らかいやつがいいですね。感じがかわいそうですから。もう洗っていきましょう。この辺かな。あーっと。壊れないんですか、そんなタコゲット。壊れるかもしれませんけどね。まあ、その時は諦めましょう。おはようございます。おはようございます。ごめんなさい。いや、もう気がつきませんでした。実は、今のお母さんはですね、有名なフォークミュージシャンのお母さんなんですね。え実は本当です。上から流しますから、いきなり設計部分を取ってみましょう。いい感じですね。いい感じでしょう。なあとね、こんな感じで要はね、上半分と下半分を分けて洗ってるわけですよ。うん、今は、まあ、上半分に終了。次はね、下回りを洗いましょう。まずホイールはですね、綺麗に。この ST は何ですか、これ。ブレーキディスク、ブレーキのディスクを洗っちゃいます。これね、こんな感じです、これ。綺麗にしたら見た目が良くなりますからね。そう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 。気持ちが晴れやかになるよ。これ見よう。このエンジンなんかも。こうやって壊れてしまいます。大丈夫大丈夫。どうですか。OK でしょう。で流しましょうか。いいですねこれ。取れません。終わりですね。えらいことですね。楽しみ。今これねワックスなんですけど、まあ、車用ので結構です。ワックスをこういった。この辺で開けましょう。これね、拭き取りのコツは一体何かっつうとですね、これはこういうことなんですよ、はい、ちょっとこの中に水入れてもらいましょう。何をやるんだ、まつわせいこと思いますけど、おっしゃるかもしれませんけど、これはですね、コツなんですよ。この辺で、はい、何やってるんですか。これ実はね、早いんですよ。で、こうワックスをまあ大体つけましたね、はいはい、ほんで、なんと水を拭き取らずにですね、この辺で塗ってやめましょう。いかんですよ。いいんですよ。これ実はね、非常に素早いワックスがけと、水分を拭き取ると、今こんな感じで終わりですよ。次は横、ここはどうせズボンで擦れて取れたんですけどね、いいですね。あとフレームなんかもこうテロテロテロっとペロンペロンペロンですね。この辺もこう
全部いっちゃいましょう。こんな感じですね。常に マフラーも塗っちゃいましょう。こんなことしていいのかと言われたら本当は良くないんでしょうけど、もう全部ワックスをペロリンと水をこう払うよ。シートにワックスをかけないでくださいね。何ですか？こうやってそれ耐えてください。で次これ、これタオル、綺麗なやつでいきましょう。拭き取っちゃいましょう。でまずは綺麗なうちにシートを拭いてあげます。コツはですね、こんな感じなんですよ。綺麗なタオルでペローンとこう拭いてあげましょう。実は綺麗に拭く必要はありません。水滴を取るだけでいいですから。ペローン終わり。ペロンペロン、こんな感じで。松田さん、はい、オイルとガソリン大丈夫ですか？オイルはね変えたばっかりです。で、ガソリンも多分入ってます。うん、あ大丈夫ということですね。大丈夫ということですね。いいですね。でも見てください、見てください、これ水滴、こういう水滴をですね、こう終わり、これをこの終わり終わり、これでいいんですよ。実はこれがね超絶素早いあのワックスがけのコツなんですね。こういうですね、こうちょっとあのなんつうんですかね、こう毛足の長いですね、なんかこうセレブリティなバスタオルみたいなやつの切れ端を使って、次こそ拭き取っていきましょう。完全には拭き取っていないということですか？そうなんです。実はね、あとはこうこれをするとどうですか、これ一撃でピカピカになるっしょ。ほら完成、どうですか？いいですね。松田さん、綺麗になりましたね。そうなんですよ、綺麗になりましたけどね、まあこれ大体あの水分を拭き取ってあげて、忘れてダメなのはこの洗って油が抜けたところに油拭きやりましょうね。サビがほらちょっと出てきてるとこは、これはねこいつに掴みましょうよ。まあいつものごとくあのまあピカールですよ。日本が生んだピカールで、日本製でしょうねこれ。東京都ミラノ港区、高輪なんて読むでしょうね、高輪三丁目。まあ何でもいいじゃないですか。メイドインジャパン、このピカールでいきましょうよ。ちょっとなくなってきてますね。だいぶだいぶほらピカールをこうしてこうやってこれピカールで磨いていきましょう。どうですかこれ？取れますね。さすがピカールですよこれ。実はですね、このクラシックムードのバイクのあの単車はですね、このようにあのメッキのとこが多いんですよ。このメッキのとこはこんな感じで綺麗にこうピカピカにしてやりましょうよ。というわけで、ね、感謝もピカピカになりましたので、ちょっと試乗に行ってみたいと思います。今回どこ行きましょうかね。どこへ行くって？まあ、あの幽霊屋敷でも。そうですね。まあ、お天気が心配なので、まあ、近くをブラック走りましょう。松田さん、どういう感じですか？いや、あのですね、やっぱね、単車をきれいにすると走りもあのスカッとしたものになりますな。まあそうですね。そういうことにしておいてください。はい。